母の無茶ぶり。何やってんの？え？何やってんの？いや、Wi-Fi がなんか調子悪くてさ、なんかいじった。いや、いじるわけないでしょ。いじるわけないよね。あなたがね。はい。そんなことより。はい。はい。来ましたよ。なんか久しぶりに投げられた感じするな。いや、今さ、ユーリの翼を茶漬けじゃないや授けるなんとかチャレンジやってるじゃん。わかんないけどなんかだからだからユーリから翼を授かるチャレンジ、授かる、うん、そうそうそれ茶漬けるだからそれ歌いなさいよ。待って価値が入った歌を歌い、価値が、あのゆうりさんの曲の中で価値っていう言葉が入った歌を選んで歌えと。そうそう、まあそれは無理だよな、茶漬けを授けられてもな、こっちから口が回らなかったバカ悪いなうるさい茶漬けるね、はい、茶漬けてください。茶漬けるかいや、てあ、もういいよ。でもさ、あれよね、俺さ、なんかサビとかしか歌ってないじゃん、ワンフレーズみたいな、うん、なんかいいよ、もっとしっかりちゃんと長く歌った方がいいとかあんのかな、やっぱそれはあなた次第でしょ。嬉しいぞ、うん、気持ちさえ込めれば伝わるかもしれない、頑張れプロデューサーか。あんたプロデューサーか。でも確かにそう言われたらそうだよな。その一サビに込めろってことやな、思うよな。そうそう、やるしかない。そう、やるしかないよな。価値な。ああ、でも価値だったらやっぱあれじゃない？最近思いましたけど、新曲で出ましたよ。ありますよ。それじゃあ歌わせていただきます。いきます。いきます。僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け、これ以上何が欲しいというの。茶漬ける